皆さん新年おめでとうございます、天候もそう悪くもならなくとても素晴らしい正月を過ごすことと思います。天候悪くなくて人手は多くて私どもも大変ありがたい状況でしたけれども、水揚げはですね非常に悪くてですね、近海のカニ、佐渡、新潟近海のカニとかタコとかはですね非常に高値に張り付いちゃって、なかなか難しい商売でございました。でも皆さん大勢出てくださって非常に買い物を楽しんでいただきました、ありがとうございました、これからまだまだですね魚の美味しい時期が続きます。冬だからこその魚がこれからいろいろあります。市場はですね昨日から競りも始まり、入荷もそう順調とは言えないんですけれども始まっております。これからまた新潟の美味しい魚を皆さんにお届けしたいと思います。今年1年またよろしくお願いいたします。